2012年7月末まで東京本社が入居していたハルミアイランドトリトンスクエア住友金属工業株式会社はかつて存在した日本の大手鉄鋼メーカー関西経済界の重鎮であり住友グループのようとして三井住友銀行住友科学と共に住友グループ五三夜と称された2012年10月1日に解散し新日本製鉄に合併し 新日鉄住金が発足したと同時に、住友グループからも離脱した。主たる事業は、鉄工業で、交換、薄板、厚板、建材、鉄道車両品、チタン、乗降などを生産する。この中でも、パイプの住金と言われるように、シームレスパイプと呼ばれる、原油発掘用の交換は、世界的にも上位の地位を確保している。ただ、シームレスパイプの価格は、 原油価格とリンクするため、1990年代の原油価格低迷期には、シームレスパイプも赤字部門として、墨金の経営の足を引っ張っていたが、2000年以降の原油価格の高騰で収益改善している。主力の製鉄所は、鹿島製鉄所と和歌山製鉄所である。鹿島製鉄所は、日本国内では、比較的新しい製鉄所で、生産効率が優れている。 さらに2004年には鹿島製鉄所内に大型の新行路を建設してさらに費用削減を進めている。和歌山は古い製鉄所のため生産効率が劣っていた。そのため熱化圧縁ミルラインの休止及び上工程の台湾中国鋼鉄との合弁会社への分離など大リストラ策が実施された。今日ではシームレスパイプの生産拠点として 重要な役割を果たしており、海岸市の海岸交換所を含め、新たに設備投資が行われた。この設備投資によりその役割を得ることとなった、和歌山第4航路は1982年2月23日の、ヒーレ以降、2009年7月11日の吹き雨まで、実に27年4ヶ月稼働し、稼働日数世界最長記録を達成した。また、 1970年の新日本製鉄誕生から鉄鋼業界は長らく大手5社体制で安定していたが2002年に日本交換と川崎製鉄が経営統合して JFE グループが誕生。これに危機感を抱いた新日鉄、住金と神戸製鋼所も同年包括的な提携を結び JFE への対抗姿勢を示した。 他の鉄鋼会社と同様に事業の多角化の一環で、半導体用シリコンウェハーの生産も手掛けていたが、収益が悪化して、三菱マテリアルとの合弁会社に遺憾。協力やエネルギー分野、環境関連エンジニアリングの分野でも、事業を展開している。かつては、柔らか頭してますか、住友金属というフレーズのコマーシャルを流していた。大東亜戦争中。 帝国海軍の霊式艦上戦闘機などに使用された新素材、超ジュラルミンを開発したのも、この住友金属である。1989年、プロサッカーリーグ設立が具体化した際に参加表明し、当時の住友金属工業集球団から、鹿島アントラーズとして J リーグクラブを誕生させた。現在はオフィシャルスポンサーとして支えている。また、 同クラブのホームスタジアムである、茨城県立鹿島サッカースタジアムの第2ゲートの命名権を取得し、住金ゲートとしている。本社、支社製造拠点鹿島製鉄所、和歌山製鉄所、小倉製鉄所の3カ所が、筑港一貫製鉄所である。鹿島製鉄所は、鉄鋼建材カンパニーに属す住金最大の拠点で、各州水田、厚板、溶接交換、蛍光など、 和歌山製鉄所は交換カンパニーに属し、各州水田、継目無交換などを製造している。継目無交換は同じく交換カンパニーに属す特殊、管事業所でも製造している。交通産機品カンパニーに属するのは製工所。ここでは、同カンパニーの鉄道車両用品、液体た工品製品を製造している。研究所海外事務所製鉄事業主用製品。 住友金属 FS096 大社電力事業製鉄所において石炭を燃料に発電し独立系発電事業者として電力会社への電力の卸しともを行っている2007年鹿島製鉄所にて住友金属鹿島火力発電所の運用を開始し約50万キロワットの電力を東京電力に供給している住友振動場住友振動場 住友中工場、住友金属工業が吸収合併した企業を除く、ありがとうございます。